東京ドームです。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。読売ジャイアンツ対広島東洋カープ8回戦の模様をこれからご覧いただきます。現在首位のジャイアンツ、カープとの3連戦2日目です。解説席には達川光雄さん、西崎欽弘さん、このお二方でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。そして練習場の情報を伝えていけるリポーターです。はい、こんばんは。我々が現地裏やスタンドから様々な情報をお届けいたします。お楽しみに。はい、今日もリポートよろしくお願いします。さあ、ジャイアンツの先発ピッチャー野間口、大体1ヶ月ぶりのマウンドということになりましょうか。カープ打線もどう抑えてくるんでしょうか。1回の表カープの攻撃、何から持ってくるか。まっすぐ打ちました。一塁間の当たり、これは一塁間抜けました。ノーアウトからランナーを出します。東出ライトへ。そしていきなりヒットのランナーを許しています。どこから行ったか。バントした。一塁線ピッチャー取りました。ファーストへ。ここは手堅く打ちました。これでワンアウトになりました。そして次3番バッター、島。さあ最初は見ていきます。ボールカウントワンストライク。このボールはどうか。直球で決めました。このストレートで追い込んでいます。さあ次のサイン、あっと、これは痛烈な当たり、低い打球になりました。さあ4球目、あっと打った、これは右中間に上がった。落ちた落ちた、ワンバウンド。セカンドランナーは一気にホームへ。今セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベースヒット。1対0、1点先制します。さあ得点シーン、もう一度ご覧いただきましょう。カープが先制しました。さあそして4番バッター栗原、まずどこに構えるか。初球振りません。力強いボールです。2球目はどうでしょう。高めのボール打ちました。ラインに当たり、切れるか。取りました。ファーストへ送ります。一塁アウト、アウトです。栗原サードゴロに終わりました。5番バッターチーム、最初の球はストレート打ち上げました。これはキャッチャーか。今引っ掛けましたね。取りました。3アウトチェンジ。1回、そしてカープの先発ピッチャー、ルイス、中8日を置いてのマウンドになります。登板間隔が空いてるってことでね、調整できているかっていう。1回の裏ジャイアンツの攻撃、まずは初球、初球から際どいコース、ボールカウントノーワン。さあ次のボールは、あっと今度は外、ボールカウントノーツー。次が3球目、真ん中打ちました。さあこの打球は、あっと抜けた、頭の上を越えた、ショートが中継、ツーベースヒット。松本センターへのヒットになりました。そして打順が変わります。赤星、同点のチャンス。2番バッター赤星、さあ初球です。初球ストライクを取りました。149キロです。さあどうでしょう。打って、ここはピッチャーが出ます。落ち着いて取りました。赤星ピッチャーフライに終わりました。やっぱりね、ここはゴロ。これも巨人対広島8回戦の模様をご覧いただいています。どこから攻めるか。ついている。さあヒットになる。そして4番バッター登場です。村田、その注目のバッター、村田修一。最初の4番だな。さあ第1球、最初は見ていきます。いいところへ決めてきます。どこに構えるか。インコース打って、打球はセンターに上がっている。前に出る、前に出ます。シャーッと来た、ワンバウンドヒット。これ対3本目になるヒットになった。今サードランナーがホームイン。1対1、追いつきました。ジャイアンツ初回早くも追いつきました。さあいい形に持ってきました。中村典彦、1点を与えています。立ち上がりのピッチングです。第1球、その初球は変化球でした。ここは1球外します。2球目はどうでしょう。これはそれました。カウントノーツー。バッター中村典彦、3投目、これは変化しました。ノースリーです。ここで同点を許しています。次の4球、ストライクが入りません。このフォアボールで2球になります。おー、ここでおかわり君か。そして6番中村、そのバッターボックスです。さあジャイアンツ、フォアボールで満塁のチャンスをもらっています。最初の1球は何か。初球空振りになりました。ボールが来てると思うんですけども。そうですよね。外のボールは、今のはファウルになります。さあ次のサイン、
わずかに外れて2の1、今のはよく見ましたね。はい、手を出しませんでした。これはストレート。今のはバッターはよく見ましたよ。はい、見送った。これは身動きできません。そして7番、このイニング7人目の打者を送り込んでいます。どこから狙うか。ストレート、これはピッチャー正面ファーストへ、これは1塁アウトでクリーンアウトチェンジです。ここでね、勝ち越したかったんですけどね、うん。さあカープ、このあと6番から始まります。2回の表、カープ1対1、同点になっています。さあ初球はどうでしょう。まずは初球見送りました。ワンストライク、どこに構えるか。ストライク、ツーストライクです。さあ3球目はどう攻める。真ん中打った、ファウルボール。次の4球目ボールです。わずかに入りません。さあ何を見せるか。ナットクルが強い当たりだ。ファーストへの打球、ファーストへ送ります。一塁アウト。森笠ファーストゴロに終わりました。今シーズンの打率なんです。2割5分8厘のある。そして放った本塁打の数が3となっています。外から攻めていきます。力のあるボールを投げ込んできます。2投目はこれも鋭い当たり、下がった下がった、これは取れない。ワンバウンドヒット、ランナーが出る。そして一気にセカンド狙ったツーベースヒット、石原レフトへの2。そして今シーズンのアベレージ2割3分6厘のアベレージ、そしてバトンの真ん中落ちました。アウト2つということになります。豊木キャッチャーフライに終わりました。そしてこのゲームの最初の打席になります。初球です。この打球はショートへのゴロ、これでチェンジになりそうです。一塁、これはアウトです。さあジャイアンツ、この後8番から始まります。2回の裏、ジャイアンツルイス、この試合先発で登板しました。早くも3安打を許しています。初球はどうでしょうか。あっと打った、打球は一塁間、取った、一塁へ、アウト、アウトです。小坂ファーストゴロ、この回はまずワンアウトにしています。1投目ストレート打って取りました。一塁送球、アウト。山口ショートゴロに終わっています。もうツーアウト、まだ2球しか投げていません。ファーストライクをどんどん打ってきてるんですよね。はい、今回は早いカウントから打っています。2球目はどうする。ストレート、これはセカンドになります。取って一塁に送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。3回目、これが2回目の打席、最初の1球は何か。まずは見送りました。カウント1ストライク、ノーボールです。2投目アウトコース、ストライクは2ストライク、ノーボール。2ナスイングからの第3球、今のはちょっと危ない投球です。カーブを持ってきました。2エンド1。さあ第4球、やっと鋭い打球だ、これは低い当たり。ああ、こんなところが悪かったか。次のバッターはどうでしょうか。甘い。最初の1球、最初はストライク、ボールカウント1ストライク。第2球、まっすぐ打ちました、右へ。あっと落ちた、ワンバウンドヒット。さあ勝ち越しのランナーになります。センターへのヒット、オレンジ一色に染まった東京ドームから実況生中継でお送りしております。初球インコースから入りました。気合の投球を見せます。2を切ります。2ストライク、サインはどう出されたのか。これは強い当たりだ、取った、二塁はアウト。今セカンドゴロに終わりました。そして初回の第1打席、サードゴロに終わっています。最初の球は初球ストライク、ワンストライクです。2球目はどうか。ストレートを打ってファウルになります。次はどんなボールを持ってくるか。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。変化球決まって空振り三振です。これが今の三振です。3回のここまで1点を与えています。さあどこから来るか。最初は見ていきます。ノーワンです。さあ2球目は、あっと痛烈な当たり、打球はライトへ上がってどうだ。下がる下がる下がる、ワンバウンドヒット。さあ2塁に間に合うか。ツーベースヒット、赤星ライトへのヒットになります。さあそしてクリーンナップを迎えます。ルイス、今日の2回までのピッチング許したヒットが4、この回1本打たれています。初球は最初はボール、この手間は外しています。さあ次はどう攻めるか。
すごい打球だ。その間に勝ち越しのランナーが帰ってくる。フェンスに当たって跳ね返った。さあバッターランナーは一塁を回ります。セカンドランナーがホームに帰ってきました。タイムリーツーベース、2対1、1点を追加します。リードを奪いました。リプレイでご覧いただきます。この得点の場面です。序盤からリードを取ります。このまま優位に進めていけるんでしょうか。そして次、さあジャイアンツ、さあ勝ち越しとなるタイムリーツーベースが出ています。初球はどうか。先頭バッターのツーベース、その後もツーベースを許しています。次は第2球、まっすぐ上げてしまった。打ち上げてセンターです。センターです。今のはね、完全にボールに力負けしてますんでね。はい、力のこもったソフト。ルイス、この試合先発のマウンドに上がりました。そして2点を与えています。まずは初球、最初はストレート、149キロのストレート。このボールはどうか。これはバットが回りました。これで追い込みました。さあ勝負するんでしょうか。内へのボール打った。高いバウンドになりました。取りました。ファーストへ送ります。アウト、アウトです。中村ショートゴロに終わりました。やっぱり送りバン。初回の1打席目、見逃しの三振に終わっています。さあ1投目、まずは変化球から入りました。ワンストライクノーボール。2球目はどうでしょうか。まっすぐ打ちました。今のはファウルになります。キャッチャーの要求は強い当たり、打ち上げてセンターへの打球。しかしこれはセンターがあります。取ってこれで3アウト。4回の表、ここまでのカープ3回までは3つの残塁、そして中盤4回の攻撃となります。初球はどうでしょうか。ノーアウトランナーありません。達川さん、カープの攻め方はどう見ますか。まだ最小得点差ということでね、まず同点、できれば逆転でしょうね。はい、ここはどうしてもランナーを空振りの3球三振、空振りの三振に切って取る。まずは三振でワンアウトを取っています。どこから狙うか。初球インコース、枠をいっぱいに使ってきます。さあ次はどこへ行くか。これはストライク、追い込みました。148キロです。次のボール注目しましょう。外、際どい。確かに際どいところに来てますよね。はい、振ってもおかしくないボールでした。さあ4球目、三者連続の三振。ボール球を振らされてしまいました。最後に空振りを奪ったただいまの三振です。野間口、今日のゲーム打たれたヒットの数が4となっています。さあ初球です。打った、ファウルです。ファウルになります。2回の第1打席、レフトへのヒットを放っています。ツーベースでした。2球目、あっとこれはいい当たりだ。低い打球になりました。レフトへ、どうだ、あっと落ちた。レフトの前ワンバウンド、石原。これでヒットは今日2本目。さあ2回の前の打席、キャッチャーへのファウルフライに終わっています。まずはストライク、いいところへ決めてきます。さあ2球目は見ましたがストライク、ボールカウント2ストライク。ツーラスインからの第3球、今度もいい、抜けた、センターに抜けます。ファーストランナーは2塁に止まります。西崎さん、打ったのはここまで1点を失っています。さあ最初の1球、あ、転がしてしまった。このチャンスゲロで終わります。1塁に送ります。1塁アウトで3アウトチェンジです。さあジャイアンツ4回の裏、ジャイアンツ、この試合フォアボールの数が1となっています。どこに出てくるんでしょうか。大きく外しています。2球目、ここは見ます。150キロです。さあ3球目はどうか。ストレート打ちました。竹岩ピッチャーアウト、抑えた。1塁へ送ります。アウト、1塁アウト。谷繁ピッチャーゴロに終わっている。今日2回目のバッターボックス。さあ1球目、最初はストレート持ってきました。1球外しました。さあ次のボールは、さあこれはいい当たり、打ち上げてセンターの打球、ありました。当たりが良かったんだけどな。センターフライに終わりました。先頭打者は内野ゴロ、その後は外野フライに終わらせました。さあ初球はどうでしょう。真ん中はピッチャーの正面、破った、綺麗に破りました。さあヒットが出ました。ジャイアンツヒットの数を6としています。今日の奪三振の数は1となっています。何から持ってくるか。初球ストライク、148キロです。次の2球目、おー、松本の3つ目、このレースは大丈夫でしょうね。落ちた、ワンバウンド、抜けた抜けた。ボールが返ってきたが、ツーベースヒット。そして2番、得点差わずか1点、ジャイアンツがリードしています。第1球、当てただけ、得点には当たりませんでした。取りました。これで3アウトチェンジ。4回目、
5回のこの前の打席はいい当たりだったんですが、ファーストライナーに終わっています。素晴らしい打球だったんですけどね。最初はインコースから来ました。ボールカウントワンストライク、2球目はどう攻めるか。ストレート、ツーストライクです。さあ外してくるのか。打って後ろに下がった、下がった、落ちた、落ちました、センターの前。さあヒット、マルチ安打となります。打ったバッターは一塁。ここまで1点を与えています。まず初球バントします。取った、ファーストへ送ります。ここは確実にランナーを進めました。これでワンアウトです。野間口、すでに許した安打の数が7となっています。どこから行くか。最初は内から入りました。いいストレートだと思いますけどもね。はい、今のは150キロでした。今度もストレートできました。今日はボールがよく走っています。これはいい当たりだ。抑えた、一塁に送ります。一塁アウト、ランナーその間に三塁を。いやー、西崎さん、ここで打順は4番という場面、栗原、そのバッターボックスとなります。これも鋭い当たり、どうだ、どうだ、あー、打たれた。逆転、逆転です。逆転のツーランホームラン。栗原、これで今シーズン放ったホームランの数を10としています。5回の表、逆転のホームランを放ちました。試合はまたも急変を見せます。シーソーゲームとなるのか。今、逆転のホームイン、3対2。そしてベンチ前、コーチもいます。2点が加わります。ついに1点を勝ち越しました。さあリプレイでただいまのホームランを振り返りましょう。試合中盤、ここで奪ったリード、終盤へと守っていけるんでしょうか。そして次、さあカープ、さあ逆転となるツーランホームランが出ています。最初の1球、最初は外に持っていました。ワンストライクです。どこに構えるか。あっと、当てるのが精一杯、キャッチャーか。今のは押されましたね、力でね。それにしても5回の表が終了。カープ3対2、逆転に成功しています。この回もロー、今日は2回塁に出ています。さあ1投目、まっすぐ落ちました。これはキャッチャーか。今のはね、完全にボールの力負けしてますんでね。はい、ここはこの試合の奪三振の数が1となっています。さあ1球目、初球から打った、これは三遊間だ。あっと受け抜けました。マルチアンダが飛び出しました。今のはどうでしたでしょうか、深澤さん。今のはね、ちょっと親がというボールでしたね。はい、その球を失礼した今の打席です。最初のボールは、まず最初のボールを決めていきました。ワンストライク、どう攻めるのか。これで痛烈な打球、勝つはいきますよ。追っていきます。あっと頭の上、レフト頭上を破りました。ボールは中継のショート、ツーベースヒット。打順は6番、中、これが3回目のバッターボックス。さあ最初の1球、これも強い当たりだ。伸びていった、伸びて伸びて、逆転。あー、また逆転か。逆転のスリーランのホームラン。中村、これでホームランの数を、セーブの中村が打ってくれたわ。5回の逆転のホームランが飛び出しました。リードは目まぐるしく入れ替わります。そして逆転のホームイン、逆転されてまた逆転か。祝福を受けます。3点が加わります。ついに2点のリードを奪いました。さあ逆転を許してマウンドに立ち尽くした。さあ今のホームランです。ビハインドから1点、ここから優位に進めていけるんでしょうか。おかわり君はいいな。下位打線に回ります。谷重、右打席です。4回の2打席でピッチャーゴロに終わっています。最初の1球は何か、引っ掛けました、ファウルボール。ルイス、今日は5回途中までを投げて許したヒットが10本、この回は3本になりました。インコース高めのストライク、速いボールで追い込みました。さあ勝負だ、どうする。まっすぐを打って、プロ野球はセンターに上がりました。ワンバウンド、ワンバウンドした、ヒットになる。谷重、センターへの打球はヒットになりました。そしてこの回リードを奪われました。まずは初球、初球見送っていきます。バッテリー外してきます。第2球、あっと打ちました。これはピッチャーの横、取った、ファーストへ送ります。一塁アウト、アウトです。これで2アウト、ランナー2塁に変わりました。さあ第1球、当てただけ、これはセカンドの上、ありました、3アウト、チェンジ。さて試合、東京ドーム、ここまでのカープ、ヒットが8本、そして3点を入れています。ジャイアンツがリードしています。最初はインコースから来ました。カウント1ストライク、ノーボールです。2球目はどうでしょうか。ストレート決まって2打スイン、さあ2ストライク追い込みました。さあ次のサインは、打
ちるボール打って、これはファースト。ファーストが抑えます。一塁はアウト。余裕がありました。打順は次、野間口。このイニングはリードを2点にしてのピッチングになります。どこから行く？低いボール、打球はレフト上がった。前進前進。取ってアウトが2つになる。石原、レフトフライに終わりました。バッター、豊洲、初球です。初球簡単にストライクを取ります。ワンストライクです。2球目まっすぐ打ちました。セカンドへの打球抑えた。1塁へ。1塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。6回の表、6回の裏、今日の奪三振の数は1となっています。1投目、あ、まず1投か。外から攻めていきます。ワンストライクノーボール。どう攻めるのか。ストレート打って、これはセカンド取った。一塁に送ります。アウト。松本、セカンドゴロに倒れました。そしてジャイアンツ、今日のゲームをリードしています。最初のボールはまずは見送りました。ワンストライクです。さあ次のボールはストレート、打球はライン際、決めるか。ラインギリギリ、これはファウルボール。サインはどう出されたのか。これもいい当たりだ。低い打球になりました。ライトの前、ワンバウンド、ヒットになります。2本目のヒット。さあ、ホームランで試合、この回ヒットを打たれています。どう組み立ててくるか。まず外から入りました。ワンストライクノーボール。2球目はどう攻める。今度もいい当たり。打球はショートに入りました。2塁はコースアウト。1塁はアウトで3アウト。ダブルプレイに仕留めました。さあ今のプレイ、もう一度見てみましょう。さてこのピッチャー変えよ。ピッチャーをマウンドに送ります。山口、一日置いての登板となった。点の欲しいこの場面、まあ、ベンチが動きます。ピッチャーに代打となります。もうこれがいいとね、思いますよ。初球は手を出しません。カウントワンストライクノーボールです。さあ次はどう攻めるか。できました。ファウルになります。さあ次はどうするでしょう。3球で決まった。3球でピシャリと抑えます。さあ今の三振の場面です。次のバッター、東出、どこから狙うか。まずはインコース、ボールカウントワンストライク。さあ次はどこへ行くか。決まりました。149キロです。ピッチャー有利になったか。今度も3球三振。ここも3球で決めました。一つ前の打席、送りバントを決めています。さあ初球です。まずは初球ストレート、ゾーンいっぱいに投げ込みます。どう攻めるのか。またストレートできました。カウント2ストライクノーボールです。さあどういう一球で遊ぶんでしょうか。バーッと三振、三者連続三振、スリーアウトチェンジ。左腕が燃えています。さあ先発ピッチャーマウンドを降ります。梅津、1、7回も点差変わらず2点差、ジャイアンツがリードしています。1投目、バーッとするボール、あー、いったー。ちょっと勝利が見えてきたか。今ホームイン1対3。今のバッティングについてお聞きしますが、松川さん、まあこれからはね、絶対に打たせてはいけないホームランですよね。はい、1点を追加、その差は3点になりました。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。終盤戦においては大切な追加点ということになりそうです。最初のボールは、まずはストライクを取りました。あ、もったいね。今の次のボールは今度もまっすぐできました。ワンエンドワンになりました。さあ3球目は行ったか、行ったか、これも入るか、入るか、ほら行ったか。一直線で飛び込んだ。ホームランです。ホームラン、5番、5番のアメッコホームラン。ストレートを打ち返した打球はレフトスタンドに消えていきました。今ホームに戻ってきました。7対3。さあ今のバッティングなんですが、勝川さん、ただ今のね、ど真ん中なんですよね。打つな、やっぱ4点差に広がりました。ただいまのホームラン、リプレイが出ます。すでにゲームは終盤。この点差があれば勝利はほぼ間違いないでしょう。これはおかわり君ももう一発打ちたいな。第1球はまず空振りが当たりません。ワンストライクノーボール。さあ次はどこへ行くか。外へのボールは入りません。カウントワンエンドワン。3投目、
打ってファウルです。ファウルになります。さあ次の4球目は、これはボールです。ボールカウント2円です。さあ5球目、これはボールです。バッター落ち着いてますね。はい、フルカウントからの5球目、外れてフォアボール。ここでフォアボールを与えました。さあこの表情です。そして次のジャイアンツ、フォアボールのランナーが出ています。これは一塁セーフになります。バッター谷繁、どこから攻めるか。真ん中落ちました。あーマジか。二塁アウト。一塁転送、これはショート、セカンド、ファーストと当たってゲッツー成功です。今日4回目のバッターボックスに入っています。何から持ってくるか。鋭い打球、後ろ抜けた、間を切りに破りました。これでこの回3本目のヒット。さあランナーが出ました。山口、この試合今年10本目のホームランを許しています。一塁、これはセーフ。バッターはピッチャー山口。さあ1球目、初球インコースから入りました。ノーワン。さあ2球目、これも強烈な打球、あっと弾いた。さあこれはどうか。一塁アウトで3アウトチェンジになります。8回の表、島、今日のゲームは1回出塁しています。第1球、最初は見ていきます。ボールカウント1ストライク。2球目はどうでしょう。外角低めのストライク、2ストライク。さあここはどうリードするんでしょうか。三振、これで4者連続。結局空振り、三振に終わりました。三振の場面、そのリプレイ。さあ初球、最初はストレートから持ってきました。枠いっぱいに決めてきました。次の第2球、これは見送りました。直球で追い込みました。果たして3球勝負するのか。しっかり捉えた。取ったショートバウンド、ファーストへ。一塁はアウトになります。クリハ、ショートゴロに。5回の3打席目、キャッチャーフライに終わっています。最初の1球は成田、外から攻めていきます。147キロです。このボールはどうか。またストレートできました。148キロのストレート、追い込んだが、あっとスイングアウト、三振、スイングアウト、チェン。最後は空振りに仕留めました。山口一人でいけるかな、これ。8回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回はトップから始まっていきます。松本、8回の裏、ノーアウトです。最初の1球、初球で打った。次の打球はファーストへ。ファースト取って、これはアウトです。そして、今日はツーベースヒットがありました。まずどこに構えるか。今の初球打ち、これは低い当たり。赤星、セカンドライナーに倒れました。そして、次の、今日は1打点がついています。1投目、初球見送っていきます。バッテリー1球外してきました。どこに構えるか。真ん中へ、抵抗カウント、ワンエンドワン。どうぞ。この試合の出塁は2回あります。さあ3球目は、これはボールになります。さあ西崎さんにお聞きしましょう。このピッチングはどうご覧になってますか。まあいつもの投球には追いついてないんじゃないでしょうかね。外のボール打ってファウルになりました。2連2、カウントはそのまま。これはまっすぐ、2-3です。どこに投げるか。フォアボール、5番バッターに回してしまいました。そしてバッ2アウト、ランナーなしからフォアボールを出しています。どこから狙うか。いった、初球狙って、これはいい当たりだ。この豪快なホームランです。ツーランホームラン、また入った。まっすぐ打ち返した打球はあっという間にレフトスタンドに届きました。8回の裏、三好のホームランを放ちました。中盤ホームランで試合を楽にしていきます。そして大歓声の中、現地で出迎えます。2点を追加します。6点差になっています。さあリプレイでただいまのホームランを振り返りましょう。この展開でこの点差、勝利の2文字が見えてきました。さすがに帰るか。ピッチャーをマウンドに上げます、青木隆史。これでいいと思いますよ。今シーズンのもう手遅れだ。そしてたった今日の成績をご紹介しましょう。3打数2安打、ホームランが1本になります。さあどこから来るか。ストレート打って、今のはファウルになります。9対3、ジャイアンツがリードしています。さあ2球目、高めのボール打った。セカンドの打球取って1塁へ。1塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さて試合はジャイアンツ9回、森田、今日はまだ塁に出ていません。最初のボールは、最初のボールを決めました。ワンストライク、2球目、際どいところへ決めてきます。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。3球で決めてくるか。しかしこれは決まりません。2ストライク1ボール。さあ4投目、外へのカーブは外れました。いやー西崎さん、今
今日のピッチングを見てどうですか。今日は素晴らしいピッチングをしてますよね。はい、この内容であればこの後も期待していいんでしょう。ストレート三振、空振りの三振に切って取りました。さあ今の三振の場面です。そして次、今日はツーベースヒットを打っています。どう組み立ててくるか。最初は見ていきます。ワンストライクノーボール、2球目です。ストレート打ちました。ファウルです。ああ、ファウルで良かったですよね。甘く入ってましたから。そうなんですね。この3球目はどうする。今度も三振、三者連続、サワンがうなります。6回の3打席目、セカンドゴロに終わっています。あと1人で勝利となる。まずは見送りました。ワンストライクです。2球目はどうでしょう。これはストレート、ツーストライクノーボール。これで終わるか。あっと、これはセカンド取って、ファーストへ送ります。これでスリーアウト、ゲームセット。9対3、3連戦。この2試合でもジャイアンツの勝利となりました。ジャイアンツまだ連勝が続いています。このゲームマジックを減らしています。野間口、これで今シーズンの勝ち星を2としています。野間口辛抱強く投げました。セーブがついています。最後までリードを守りきりました。山口リリーフポイントがついたか。さあ壇上には今日のヒーローが上がっています。まず当のヒーロー、その投球成績なんですが、先発の登板6回、まあ、内容良くなかったな。3奪三振、自責点3、勝ちがつきました。そして打撃成績です。3打数1安打、カーリ君がチリラン打ったのはでかかった。打点3、ホームランを打っています。さあこの両選手が今日のゲームのヒーロー、勝利への立役者となりました。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。巨人対広島8回戦の模様をご覧いただきました。今日のゲーム解説は立川光雄さん、石崎幸弘さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。そしてリポーターの2人もご苦労様でした。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。